第四号解剖艦は、日本海軍の解剖艦。第二号型解剖艦の二番艦。太平洋戦争の終戦直前に沈没した。マルセ計画の解剖艦長、第二千七百一号艦型の二番艦。歌唱艦名、第二千七百二号艦として計画。九百四十三年十月五日、横須賀海軍交渉で、歌唱艦名、第二千七百一号艦。 同、第二千七百三号艦、同、第二千七百六号艦、同、第二千七百七号艦、同、第二千七百八号艦と同時に起航。十二月二十二日、第四号解剖艦と命名されて、第二号型解剖艦の二番艦に定められ、本籍を横須賀鎮守府と仮定。十二月三十日、第二号解剖艦と同日に浸水し、本籍を 横須賀鎮守府に定められる。1944年2月1日、偽装院事務所が横須賀海軍交渉内で事務を開始、同日偽装院事務所を撤去。3月7日春行し、駅務を横須賀鎮守府警備解剖官に定められ、ご防備戦隊に編入。基礎実力連成教育に従事1944年4月2日。 海上護衛総司令部第一海上護衛隊に編入されたが、同日横須賀鎮守府作戦指揮下に編入。同日再起を出発し、3日横須賀に入港。軍隊区分海上護衛総部隊横須賀鎮守府、海上護衛部隊を直接護衛部隊に配置。7日、東松五号船団を護衛して、パラオへ向けた手山発。10日、父島二見港に退避。本は、 二見高校で紹介と対戦相当に十0時。18日、引き続き東松五号船団を護衛して、七島発。24日、パラオ二26日、東松五号復興船団を護衛して、横須賀へ向けへパラオ発。27日、船団は二隻がひかみなりしたため、パラオへ引き返す。29日、再度、東松五号復興船団を護衛して、 パラオ発。5月4日、横須賀機、5月13日、立山で東松八号船団と合同。14日、サイパンへ向け立山発。19日、サイパン機、20日、東松八号船団から分離し、箱崎丸船団を護衛して、グアムへ向けサイパン発。23日、グアム機。同日、第128号特設輸送艦を護衛して、 ヤップへ向けグアム発。24日、ヤップ機。26日、引き続き、第128号特設輸送艦を護衛して、パラオへ向けヤップ発。27日、パラオ機。30日、サイパンへ向けパラオ発。サイパンへ向け航行中の6月2日、軍隊区分港直接護衛部隊から除かれ、軍隊区分、サイパン方面直接護衛部隊に配置。5日、 サイパン機。6日、横須賀陳不作戦式を解かれ、第1会場を護衛隊に復帰。同日、2隻を護衛して、グアムへ向けサイパン発。7日、グアム機。8日、3隻を護衛して、グアム発。9日、サイパン機。11日、4611戦団を護衛して、横浜へ向けサイパン発。4611戦団と護衛部隊は、 12日からアメリカ艦上機やアメリカ海軍水上部隊との交戦により大損害を受けてチリ散リとなり本艦は18日に横須賀に入港した18日から7月7日まで横須賀海軍交渉で入居し修理と整備を行う1944年7月7日横須賀鎮守府作戦指揮下に編入8日 軍隊区分校直接護衛部隊に配置。14日、3714高戦団を護衛して、七島へ向け立手山発。七島へ向け航行中の15日、第3海上を護衛隊に編入。19日、七島機。20日、第2号輸送艦を護衛して伊洋島へ向かい、第2号輸送艦の用途後は、横須賀へ向かう。24日、横須賀機。 25日、軍隊区分をつ直接護衛部隊に配置。29日、3729戦団を護衛して、伊王島へ向けた手山発。8月2日、伊王島機。4日、復興の4804戦団を護衛して、伊王島発。同日、父島南方で、スカベンジャー作戦のため来航したアメリカ艦上機の、 攻撃やアメリカ海軍水上部隊との交戦により、船団は全滅した。本艦は7日、横須賀に帰島した。10日、軍隊区分港直接護衛部隊に配置。15日、3815船団護衛して、母島へ向けた手山発。21日、母島機。23日、復興船団を護衛して、母島発。27日、横須賀機。 9月9日、2D 型戦時標準戦、生田川丸、重油戦交渉第3998号から、なる、第3908戦団を第44号、区選定、特設区選定第6匠並丸と共に護衛して、父島へ向けた手山発。14日、父島機。14日、復興の4913戦団を護衛して、横須賀へ向け父島発。 17日0425、三倉島沖で、第六匠南丸が、帰還故障を起こし漂流。0 7 0 0二解剖艦天草が縦山を出港し、救援に向かう。0745、三宅島沖で、第六匠南丸は、第44号区選定と会合。1015、復旧した第六匠南丸は、伊豆大島沖で、天草と会合。1700、 天草と第六匠南丸は横須賀に到着。先行して、船団も同日横須賀に到着した。横須賀到着後は10月8日まで横須賀海軍交渉で兵器装備工事を行う。10月8日、立山へ開港。10日、3007船団を護衛して、七島へ向け立山発。14日、七島機。15日、 復興4015戦団を護衛して、七島発。19日、横須賀に帰島。同日から11月2日まで、横須賀海軍交渉で、訓練工事を行う。11月2日横浜へ。3日には、立山へ開港。4日、3103戦団を護衛して、七島へ向け立山発。8日、復興4108戦団を護衛して、七島発。 11日、上空警戒機からの報告で、潜水艦に対する警戒を強めていたところ、八丈島北方沖で時間の午前30度の方向に潜水艦を探知した。この潜水艦は、アメリカ潜水艦スキャンプで、スキャンプは当時、湯を引いて潜航中であった。第四号海防艦は輸送船を退避させた後、スキャンプに講取していった。目標まで千メートルになった時、 突然スキャンプから2本の魚雷が発射された。第4号解剖官は魚雷を回避し、爆雷攻撃を実施。爆雷投下点に目印の発煙筒と旗を投下し、3度にわたって合計70発の爆雷を投下。この攻撃でスキャンプを撃沈した。攻撃後、十数メートルはあろう。大きな気泡が何個も湧き出し、また重油も大量に湧き出してきた。 単身の結果、何ら反応がなかった。13日、横須賀に帰島15日、これまでの潜水艦4隻撃沈の行により、海上護衛総司令部司令長官、野村直久中将から、解剖艦艦艦として、初めての艦上を授与された。以後本艦の上院は、 同じく潜水艦4隻撃沈の功を挙げた第6号解剖艦の乗員とともに他艦艇の協連の際に指導を受け持つことが多くなる。16日、敵戦相当隊が編成され、本艦は第42号区選定、第52号区選定とともに第2小隊に配置。17日、鳥島沖の相当担任海域へ向け出撃する。対戦相当中の22日未明。 対戦相当を中止して、沖の救難に向かう。本艦は二十三日朝に沖と会合し、沖と沖を栄光する、第十二号海防艦の護衛にあたる。二十五日、横須賀に帰島。横須賀帰島後、横須賀海軍交渉で修理を行う。横須賀海軍交渉で修理中の九百四十四年十二月五日、第五十一号区選定と第五十二号区選定が、 戦団後衛中に八丈島沖で衝突し両艇とも航行不能となったため、本艦は救難のため修理を取りやめて6日に出撃。7日、両艇と海護指導林沢に一旦退避。8日、第51号区選艇を栄光して、横須賀へ向けド林沢を出港し、同日横須賀期。横須賀海軍交渉での修理を再開。16日、立山へ開港。 17日、3217戦団を護衛して、七時前向けた手山発。本艦は途中で引き返し、21日横須賀に帰着。1945年1月1日、陸軍輸送船相徳丸、明東丸、1E 型戦時標準貨物船、第6雲用丸からなる、第3231戦団を、第56号解剖艦、特設区選定。 第2択南丸と共に護衛して、父島へ向け立山発。4日父島に到着し、同日復興4104戦乱を護衛して、父島発。5日、航海中に、小東丸が潜水艦からの来撃を受け、ゆっくりと沈没していった。8日、立山に帰着。横須賀開港後は20日まで横須賀で整備。1月23日、 3122戦団を護衛して、父島へ向けた手山発。27日、父島期。28日、復興4127戦団を護衛して、父島発。2月2日、立山に帰着。2月9日、3208戦団を護衛して、父島へ向けた手山発。12日、父島に到着し。 同日復興4212戦団を護衛して、父島発。15日から16日にかけて空襲を受け、戦団は港沖で可白。18日、横須賀に帰着。3月1日現在、軍隊区分時期卒部隊に配置。5日、横須賀防備戦隊機関に定められ、軍隊区分東京湾北航路部隊に配置。同日、本館は、 第74号解剖艦と共に、サバンマル護衛のため横須賀を出撃。お前崎製法で、第3海上護衛隊にサバンマルの護衛を引き継ぎ、横須賀に帰島6日、龍神丸を護衛して、八丈島へ向け横須賀発。7日、八丈島木。10日、引き続き龍神丸を護衛して、八丈島発。11日、横須賀に帰着。27日、 1> 第1南洋丸単独からなる第3327戦団を護衛して八丈島へ向け横須賀発29日八丈島木30日復興4330戦団を護衛して八丈島を出港し同日立山に帰着4月8日まで横須賀で整備を行う1945年4月9日下田へ開港10日 南高丸を護衛して、八丈島へ向け、下田を出港し、同日八丈島木。12日、引き続き南高丸を護衛して、八丈島発。13日、下田に帰着。15日、第4特攻戦隊に編入され、軍隊区部に伊勢湾部隊海上部隊機動隊に配置。同日、東高丸を護衛して、八丈島へ向け、下田を出港し、同日八丈島木。 16日、引き続き東高丸を護衛して、八丈島発。同日、三倉島南方で、アメリカ潜水艦、シードックの攻撃により東高丸が平井沈没。本艦は東高丸の乗員11名を収容。17日まで、第903海軍航空隊機と対戦相当を実施し、18日横須賀に帰二十四日、トバ二十五日、 戦団護衛を兼ねて、四日市へ開港。同地で燃料を補給し、26日飛ばに帰着。28日、戦団護衛のため飛ば発。5月3日、本館と第44号区選定の2隻で、兵力部署第1機動総統隊を編成。以後、担任海域で戦団護衛紹介、対戦総統に従事。7月28日、 トバでイギリス艦上機の空襲を受けて被爆沈没し乗員5名が戦死した。9月15日除籍。1947年2月1日時点でトバ港で沈没状態にあり、大阪地方福音局所管の行動不能鑑定に定められる。その後東海サルベージにより扶養され、1948年6月30日に解体を終了した。 原敏久大衣、1944年1月20日から1944年1月30日、水谷勝次大衣、1944年1月30日から1944年3月7日、水谷勝次大衣、小佐、1944年3月7日から1945年3月25日、伊藤敏夫小佐、 1945年3月25日から1945年8月10日、この数字は特集兵を含まない。本来の官名表記は第4公開傍観。偽装院事務所の事務開始日は昭和19年2月7日付海軍広報第4610号、同撤去日は昭和19年3月13日付海軍広報第4639号による。 昭和19年海軍広報第4639号には、第4公海防艦偽装員事務所は2月1日、これを撤去せりとある。偽装員事務所の撤去日は、後の海軍広報で、日付の訂正記事が存在しないため、原文のまま記述する。以後の横須賀陳府作戦式揮課カは、 軍隊区文明から、海上護衛総部隊横須賀鎮守府海上護衛部隊の記述を省き、何々部隊とだけ記述する。サイパンの前後のも含めて、軍隊区文明である。1944年11月11日に、撃沈したスキャンプ以外に該当官らし、第6号解剖官が撃沈したとする該当官は、ない。アメリカ側の記録によれば、 来撃したのはアメリカ潜水艦キングフィッシュと認定しているが、来撃日時が1月3日となっており、日本側の記録と相違がある。ありがとうございます。